皆さんこんにちは、島田です。菊池です。2人合わせて青天童子です。新型コロナウイルスの影響でお家にいる時間が長い高校生の皆さんのために、第1回専門学校日本ホテルスクールノンアルコールカクテルコンペティションを開催します。イエーイ。ノンアルコールカクテルは2種類以上の液体を混ぜて簡単に作れるカクテルのことです。ドリンクバーでも皆さんやったことありますよね。簡単です。味、見た目、ネーミング、この3つを実際作ってみていただいて写真に撮って送るだけです。ぜひたくさんの皆さんに挑戦してみていただきたいと思います。なんと豪華賞品も優秀作品には贈呈されます。細かい内容はこちらをご覧ください。たくさんの応募待ってます。お待ちしております。それではノンアルコールカクテルコンペティションを行うにあたって、ノンアルコールカクテルの代表作であるシンデレラを作成していきたいと思います。シンデレラとはオレンジジュース、パイナップルジュース、レモンジュースを使って作る簡単なノンアルコールカクテルです。それでは作成していきたいと思います。動機を進めよう。シンデレラができました。はい、このようにカクテルを作っていきます。こちらのシェイカーと呼ばれるものはお家にないと思いますので、このペットボトルを使ってシェイクしても構いません。またこのビルドスタイルと言われるものがありまして、このままジュースを入れて、製法もあります。またこのカクテルにガーニッシュと呼ばれるものをつけても構いません。これはお菓子でもできます。このシロップを使って下に沈めてグラデーションを使っても作っても構いません。簡単にできますので皆さんもぜひ作ってみてください。続いては簡単にできるノンアルコールカクテルを作成していきたいと思います。材料はココア、アイスコーヒー、チョコレートシロップ、生クリームです。では実際に作っていきたいと思います。時を進めよう。生クリームを入れます。そのまま入れると少し流れてしまいますので、ここでペットボトル使っていきます。ペットボトルに生クリーム、お砂糖を少し、シェイクします。シェーカー持ってこうやって振るっていうのも、ぜひ体験授業が再開したら来てみていただきたいと思います。少しシェイクしたらペットボトルから優しく流し込みます。これで酸素を名付けてアスモ、アイスカフェモカ、略してアスモ。皆さんだったらどんな名前をつけますか？ぜひ作ってみていただきたいと思います。こんなカクテルが出来上がりました。味も美味しいです。その他にも今流行りの豆乳を使ったりバナナジュース入れたりしてもオリジナリティが増すと思います。またカルピスを入れたり、これをソーダで割っても面白いです。ぜひたくさん応募してみてください。1人何通でも OK です。待ってます。お待ちしております。